はい、ソルデンでございます。今日はですね、こちら、何かわかるでしょうか、赤むつですね。こちらをですね、刺身で食べたいと思います。まずですね、鱗ですね、鱗を、書いてください。赤むつなんですけどね、非常に値段もですね、高くてですね、なかなか買えないんですけどね、今回ちょっとね、安く手に入ったので、買ってまいりました。まあ普通じゃありえない値段なんですけどね、非常に安い値段でですね、購入することができました。はい、それではね、おろしていきたいと思います。はい、おろしました。そしたらですね、このガンブラも取りたいと思います。はい、そしたらですね、骨ですね、真ん中の骨を抜きます。はい、ではね、骨が抜けたんで、この皮目をですね、炙ってですね、炙り刺しでいただきたいと思います。ただ、炙りたいと思います。炙ったらですね、すぐ氷水に落としてください。はい、そしたらですね、刺身にしたいと思います。はい、それではね、赤むつのお刺身出来上がりました。まあ地方によってね、これをのどぐろと呼び名で呼んでる地域もねございます。まあ今私がいるのは関東で、私の地域はですね、こちら赤むつという名前で、呼んでおります。それではね、早速ちょっと待ちきれないのでね、食べたいと思います。まあちょっとね、古いやつになるんでね、ちょっと熟成されてより一層美味しくなってるかと思われます。それではね、いただきたいと思います。いただきます。すごい、これね、もう大トロですね。非常全然臭くもなくね、脂もすごい乗ってて、口に入れた瞬間ですね、ちょっと何回か噛むともうとろけちゃって、非常に美味ですね。うまい、うますぎる。うん、うめっ。皮もね、結構これは柔らかめなんで、前回アップした、エビスダイ、あちらはね、皮もしっかりね、歯ごたえあって、あれはあれですごく美味しかった。これもね、赤むつ、赤むつは身の方が、どっちかというと私は美味しく感じますね。うまい。ではね、もしよかった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。
それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。